こんばんは。ゆうすけたつやじゃねえ、説教 TV 始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、天の声じゃないです、ゆうすけです。いや、罰ゲームじゃないです。罰ゲームではない、まあ、確かに手元に今あるけど罰ゲームではない。ということで、本日はあの説教 TV をですね、まあジョニー・藤村の2人でまあ毎週やってる説教ですけど、本日あの今あの CPT のプレミアとあとリージョンファイナルで、あのジョニー・藤村が今そうシンガポールナウです、シンガポールに行っててですね、で一応この説教 TV なんで僕は出ないっす。まあ出てますけど出ないっす。出ないんで、で基本あの VTR なんですよ。まああの以前もやったんですよね。あれ何の時だっけ、中国か、中国プレミアの時にそのVTR でやって、結果あの時確かなんか飛行機が飛ばなくて、あいつら日本にいるじゃんみたいな感じの VTR だったんですけど、で今回はまあ台風でどうなのっていうのがありつつ、まあなんとかシンガポールに行って、でまあ VTR なんですけど、今日はあのまあちょっと VTR だけだとちょっと前回コメントがそうなんかちょっと寂しい、まあリアルタイムのあれじゃないからちょっと寂しいねっていうのがあったんで、ちょっと今日は一応 VTR を流すんですけど、まあちょっと冒頭にもあったんですけど、川野、ジョニー、藤村の、まあ、その VTR があるんで、まあ、それを見ながら俺がそれに説教するという回です、本日は。ちょっとね、やつも呼ぼうとしたんですけど、たっちゃん。昨日の今日で、ゆうすけ達也、2日連続もあったんですけど、ちょっとね、たっちゃんのね、ところがね、ちょっと避難区域で、さっきツイートしてたけど、かなり今バタバタしててですね、2夜連続もあったんですけど、ちょっと本当にリアルにちょっと避難のあれがそうマジ避難であれなんで、ちょっと今日は私一人でああだこうだ行こうかなと思ってますんで、で結構 VTR 長いんで、まあもう行きますか早速。まあまあああだこうだ言うのは VTR 中にも言えますんで、まあじゃあちょっと VTR 見ながら、はーい、はい、始まりました説教 TV 第7回、よろしくお願いします。お願いします。本日はそしてゲストで川野の方に来てもらっています。よろしくお願いします。川野の方に来てもらってます。はい、川野さん、川野の方です。お願いします。まあ、今回はね、あの僕らがチームに行ってて、そうですね、生放送には出られないということで、うん、これ収録ですかね、はい、我々は。ちなみに今日はどうして川野がゲストなんでしょうか。それはもう我々は深い絆で。そうですね、なんかあるんですか。ストリートファイターリーグ梅原ゴールド、梅原ゴールド、うん、光栄にもあの梅原さんから選んでいただいた、うん、なんかあんまり接点なさそうですけどね、そこの2人。川野はまあ仲いいじゃないですか、梅原さんとね、うん、ああそういうこと。でも藤村さんはなんかあんまりその普段絡んでるイメージがないから、梅原さんあんま見ないよね、全然絡まないよね。だからあ取るんだと思って。まあでも家近いから一緒に帰ったりするから。ああそうなんですね。まあでも別にその取るんだっておかしくない、そのいや別に仲悪くないし、ね、そのまあまあいや、まあ、そういうこと言ってるわけじゃないですよ。座ってる場所一緒、仲良しで取ってるわけじゃないでしょ、そもそも。まあまあ確かにそうですね。まあ、まあ、ということで今日はよろしくお願いします。お願いします。まあね、川野さん、はい、皆さんご存知でも、あんまり知らないんじゃないですか。確かに、まあ、どういう人間なのか分かんない。僕もそのこのチーム組むまではね、本当に立川みたいなもんかなと思ってたんですけど、まあ、そしたらイメージはそっちより、ね、まあ、実際は案外立川寄りなんだけど、ああ大丈夫ですか。そう、案外じゃ結構似てるのが、その似てる部分はあって、はい、まあまあまあ、その普段の言動が結構やべえ、やばい、まあ、激しいですよね。そう、よく分からないことを言うじゃないですか。言う、言います。1個僕ね聞きたいことがあって、はいはいはい、あの仲良くするためにも、はい、川野さんのツイッターのツイートなんですけど、はい、次のライブは絶対成功させる箱も着実に大きくなってきてるし頑張るっていうツイートがあって、はい、え、バットマンなのこのこと。ああはいはい、バンドやってらっしゃるんですか。いや何もやってないですね
あとそのタピオカ屋で働いてるっていう。やってないですね。しかも僕ですらこのツイートとそのタピオカのツイート見て、はい、まあ 90% ネタで言ってんだろうなと思うんだけど、はい、10% ほんまかなって思ったんですよ。ああ、なるほど。うん、だからその誰が得すんのそれ？それ誰？そう理由が、逆にそのツイートする理由が、なんか、うん、たまに嘘つきたくなっちゃって、あいやあおるよね。なんかその、うん、ちょっと人困らせたいとか。いやまあ、やあとその採用ツイートして多分そのにしかも近しい人間の何パーセントかがちょっと面白いねって言ってくれるかもしれないけど、あなるほど。ちなみにこの人は全部を切り収録3時間ぐらいしたら、まあ、ストレートに悪意です。3時間ぐらい悪意ですか？あの3時間は嘘つきたくなるでしょ。まあ嘘は悪でしょう。いやなんか、まあ、多分巨源壁みたいなのがあって、もうやばいじゃんこいつ。うん、なんか山手線に乗るときと か、はいはい、なんかちょうどなんかどうでもいいツイートしたくなっちゃって。ああなるほどね。うん、暇さえあれば。そうですね。あ、まあ、じゃあちょっと大丈夫やってみますか。これなんかちょっとジョニーと川の方、いやなんか微妙な距離感だと思ったんだけど、はい、理由がなんかすごいよね。薄っぺらい、まあ、嘘をつきたいしか薄っぺらいというか何もないんだから嘘をつきたいだけだった。そうなんだ。まあそうなんか、うん、で今日は、うん、まあせっかく来てもらったんで何をするかっていうと、まあストリートファイターリーグがあるんで、うん、ちょっとストリートファイターリーグにいるキャラクターの、うん、そうモサたちを呼んで、はい、まあ、ラウンジでちょっと対戦してもらってね、うん、カーンがどんな感じかを見てもらおうという。そうそう、まあ、ガチで対戦していただいて。そうです、それ人生一興だから、ね、査定に響くから、ね、みんなが喋ってると俺喋れないでしょさすがに。僕はまあそのカーンが強いって言ってるんですよ。伊吹戦マジマジでまあまあ強い。おマジでまあまあ強い。本当に期待が持てますね。なるほど。でその他のキャラに対してもそのぐらいまあまあ強いのかなっていうのがあって、はい、はい、まあ、で今日、対戦してもらうのは、うん、まああの1人目はアフガンさん、はい、まあ、説教 TV でおなじみのアフガンさん、ウォロードのですよね。そうカリン使え、かなり強い、まあ、リーグカリンいっぱいいますからね、うん、まあ、いい対戦になると思います。で2人目が、まあ、こちらも説教 TV でおなじみのナリ君です。おなじみナリ君は別に、まあ、あれだけどリーグにいないけど、まあ、まあ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 、そうですね、あスイートファイターリーグ参加して梅原ゴールドに入って僕とチームを組むにあたって、はい、なぜか伊吹対策をいっぱい仕上げてきたと、うん、最初にしたのが伊吹対策だというふうに聞いているんです。聞いてましたね、当たらないのに。ちなみになんでだったの、まあ、藤村さんに説教されないためにまあちょっとなんか直体で勝ってれば説教されんかな思ってまあ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 直体で勝つためにやって、まあ、確かに直体でボコボコにされてたら言えないもんね、うん、なんかあっても。でまあ梅原さんにお前それやめろって注意されるまでずっとやってたんですがまあ今はちゃんとバーディーだったり不純すぎる、そういうあサブキャラね、カリンだったりをちゃんと対策してますね、うん、で3人目がオニキっていう、これ去年のストリートファイターリーグに出てた梅原さんチームで出てたあの、まあ、その時はカリン使いだったんですけど、うん、今はあのベガを使ってて、うん、強豪はかなり、かなり本気のキャラ替え、本気っぽいっすよ。ああ、うん、じゃあベガがキャラ替えする、はい、そう、まあ、リーグにもいますから、うん、確かにいいベガは結構ね対戦になるのかと思います、うん、まあそんな感じでじゃあ早速いきますか。ジョニーの弟子みたいな、はい、なんか位置なんだけど、え、なんかもうあるんですか説教する、説教ですか、もう説教する部分があるんですか。はい、ある、まあ、まずこの空き本ね、はい、これはまああのヒットボックス、川野さんヒットボックス使ってて、はい、レバーがない、そうそうそう、ね、まあこれはいいんですよ。いやほんますいません、このコードの出し方確かに俺ねこれすげえ気になったんですよ。あそう、やっぱそう、いや、そう、いや俺はかなり気になってて、いやそうだよね、いつ直すんだろうって、そうそうそう、やって、あえマジだってオブシディアンってその穴あるよね、うん、あの出す穴が、いやこれねかなり難しいんですよ実は。いやいやかなり難しくないだろえマジほら5秒でもオブシディアン使うの実は初めてで、うーん、なんだ初めてとその どっからいやいや、それだからそれ今これはただの、うん、その、はい、面白いと思ってやる嘘でしょ。いや面白いと思ってない え違うの何。いやでも本当にオブシディアン初めてで、初めてっつうのはそのこのアテコンをね使うの初めてで、うん、えそうなん、そう仕様が分からなくて、うん、2ヶ月前ぐらいから使ってるんです、1ヶ月前ぐらいから使ってるんですけど、ここに穴があるのもほんまに初めて知って、いやもう別にここでいいよ、はい、すまさかこのくだり1時間やられるな。いやでもね、いやこれは気になる人は気になるやろうなって思う。え分かんない、もうあの話なんか何を言ってんのかが分かんない、そのどこを本気で話してて、どこを飛ばそうとしてて、いやまあ、うん、いや俺はこういうの気になんない、まあ、なんあそうなんですよ、あんま、まあでもそれはあれだよね、道具をきちんと道具あるべき使い方をしてないっていうのは僕はちょっと一つ説教ポイントだと思うんで。確かに。でこのアケコンの色とかいいんですか、ピンク。まあなんかそのピンクが好きで可愛いキャラクターが好きでお姉様方を釣ろうとしてる、いや可愛い可愛いって言われたんで、ピンク好きじゃないでしょ。
やピンが好きですよ。おお、あ、そうなんですか。好きですよ。え、はい、あ、でも、まあ、なんだっけ、シナモンが好きとか。ああ、クロミちゃんは好きですね。クロミちゃんは、はい、ちょっともう僕はもうその違いすら分かんないんだけど、はい、まあ、まあ、ヘアピンつけてみたりとか。そうですね。だからその年上の女の人に気に入られようと。違う、俺は年下の方が好きですから。あ、そうなんだ。はい、え、でもこれはでもどこまでが本当なのか。それも本当、まあでも、まあ、掘ってもしょうがないんで、はい、じゃあ行きますか、次の対戦の方に。よろしくお願いします。実力で、こういう話はいいんで、もう実力で見せてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速アフガンさんと対戦してもらって、ほらこのカット、はい、これ3先で、3先で、3先でよろしくお願いします。お願いします。最近カリンアレルギーがすごいんですよね。でもいや、カリン当たりたいみたいなこと言ってなかった？自信ありますよみたいな。いや、カリンはかなり嫌ですね、俺は。あ、ちなみにこの組み合わせ、5分ぐらいですよ。火力高すぎて、まあ、まあ、降臨有利みたいな、まあ、降臨、まあ、これ降臨有利みたいな風潮で叩かれるんやろうけど、まあ、降臨も軽く出るからね。かなりどっちもどっちも結構出るからね。騙されないでください。これね、色がね、まあ、いいや。アブソリュートゼロ。まあカリンに5分いけてるっていう時点でまあいけますけどね。ちなみにこうやって説教の辛さはどんぐらいなんですか。あ、ほんまシーズン3は氷な。え、なんでもさすがにシーズン4は激辛ぐらい。激辛の上あるんですか。鬼辛。あ、鬼辛。ナリ君の時とかほんとそんぐらいでしたよね。いや、あれでもナリ君あれ全然あんなもんでいいっすかって言われて。へ、じゃあ多分あれ中辛ぐらい。カーノって青色っぽいやもん。他人からなんもっとなんでこれアフガンさん入ってくださいよって言われて、マジで揃いな。俺が苦笑いしたナリ君。そう、その話後です。ハリン戦ね、うまいんですよ。完全お揃いか。やってる組み合わせはやっぱカーノうまいね。あ、アフガンさんもかなり。アフガンさん多分直近今10-0ぐらいですね。あ、ノジアイかなり勝ってるよね。アフガンさんかなりやっぱ自信ないって言ってました、ね、アフガンさん今関東行ってるんですよね。そんな中でちゃんと受けてくれるっていうのがね。俺彼と同郷なんで、ね、熱い男なんですよ、愛媛。俺がまだ高校生ぐらいの時バリバリやってましたよ、ね、状況。さあこれもそうに見えるな。これはもうかなりやることがないですね。カリン側ね、ちょっと削って。もうその時に有名でした、ね、愛媛では。ワイパンクラカンしたらもう死ぬんじゃない。これ引き台系に V スキルで差し返しなくても、うん、釣ろうとしてる。そうですね。あ、もうだからこれ分かった。俺ね、もう気にしてたらこの配信喋れないから、あれです、もう喋る、もう関係ねえ、時間たっぷり使えばこいつらの。もうないよ。もう、うわー、うまい。もう行った方がいい。もうかなり、あ、勝った。いや、ちょっと待って、ミスった。いや、しかも EX じゃないじゃん。なんで。ちょっと待って、ほんまにミスった。ちょっと待って。え、何やってんの。あれ、緊張してる。ちょっと、嘘やん。どうして。なんでどうして。ちょっと待って、関係ねえ。どうして。いや、え、 CA をミスったっていうとこで、あ、動揺がね、生まれましたね、ちょっと。さすがにじゃないですか、今のは。試合は見てなかった。しかもミスったって EX パラ入るよね、あれ。はい、入る。まあ、いろいろ倒せる選択肢はありました。いや、一応ね、あれなんですよ、差し返しのこの動画はこの動画で読み合いをしてると、後ほどアーカイブとして動画として上げるんで、副音声ないバージョン。そう来た。なんでこれはまあ生放送ならではのということで、最近降臨使いみんな2だ、まあ、いや、ノーカットはさすがに3時間いけます。さっきのコントローラーの下りとかずっとやるぞ。確かに、多分アッパーも性能めっちゃ良くて、ヘールが、はいはいはい、あれ強いよ。来た。ん、今のはミス。いや、分かるよ、分かるけど、一応激辛ということで、はい、あれ、アフガンさん、ね、アフガンさん多分サンゲージあるので、うん、大好きな EX 無人が飛んできますね。ああ、でも、はいはい、序盤打ちそうなのかな、果たしてかな。あれ結構あるあるですよ。今のは入れっぱを読んでの、しかも当て身も兼ねてる。基
本あそこは立ち中盤できたね。そうっすよね、降臨じゃなければ。あーそれは、あーまあまあまあ当て身をしようとしたんですかね。はい、かったっす。あ、うまい。これはうまい、うまいんだけど、これはさすがにいくか。いきましたね。ほら全然狩りいけるっしょ。10-0との噂でしたが、早速早速、いや収録の時俺いないです。収録の時もいないし、 VTR も初見なんで。緊張するよね結構。で大会だとでもなんかどういうタイプか全然わかんないから。いや緊張すると言われてるんですよ。誰が勝ったとかわからん、はい、緊張してるっていうか、大会で考えすぎてわかんなくなってるタイプだと思う。あというか、そうか、カーのヒットボックスか。普通にヒットボックスの指の動きとか見えますね、右上で。ああいう感じで。スタンチは継続しない系ね。うーん、コーリングで技長かったらさ、とりあえず触っていいと思うけどね。まあ、で結構ねやっぱね、川野はスタンチ継続を捨てて守りに入ることが多い気がする、はい、あそうね。60% ぐらい溜まっててもちょっと逃げられたら全然無理。コントローラー俺は何がいい問題は結構あるけど、今からゼロから始める人は結構、まあヒットボックスは相手は結構安心しちゃうと思うんですよね、まあ、そういうプレーは。だからまあなんかそれで勝つ自信あるんだったらいいんだけど、これ録画、いや右下の俺は録画じゃないよ。どうなの俺は、アジオチームメイト生きてるよ。いや俺はかなり怪しい。俺は録画じゃない。響きます、今のは響いたね。右下の録画分かってて変えてないわ、かなりね良くない。分からないはしょうがない。これ確かに今パッと見た人なんかすごいライブ中継してるみたいよ。あいやでもモースさん、お、なんですか。何、これはちょっと違う。何、なんか今モースさんって聞こえたけど、たまにはライブが繋がってる感じ。あ、何、あ、危ない。オムさんのよくわからないかな。は？分かった。これは三。あ、あこれはマリアマリアか。いやいや、あ、負けてるっぽい。負けてる？いや負けてる。負けてんのか。負けてる。どっちどっち。遅っこれ。負けてる。あい。あい。しかしもうちょい遅かったか。リバサで出せばよかった。いやーまさか。うん、難しいところだね今のは。ああわかる。これ大体なんか藤村とジョニーと俺同じリアクションしてるな。あーあーそうでしょう、あなた。まあそうなるんだ。3人いるだけよこれ。ただこのままだと逆に殺さないで何をするんですかね。ねえ分かんない、格闘ゲーム大丈夫ですかリーグ。今の査定に響かないですか。大丈夫ですか。とか響かないとかじゃなくて何を言ってるのか。大丈夫。俺別室や俺。あ、あの格付けチェックの。きつい。ああ黄金ルート。俺だけ外れてるみたいな。お。ああちょっとこれは楽だね。楽な展開になったね。来た。ここからっすよここから。そう。これは何狙いますか。そっち資料捨てる。どうすか今藤山さん。全然いいけどちょっと怖かったよね。確かに。あ、いいよ、見られてた。あいいよ。これ V スキル発動でいいと思うけどな。しばし当たっても死ぬ。アフガンさん、あ、来て。これはまあギリ削られないけど。あ、来た来た。そこなんだ。いやちょっと今のは遠いっす。それは明らかに今のはなんか、うん、どういうことなの、どういうことなのって感じです。まあわかる。まあ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 、まあ、同じ残りあるから、うん、残り同じことしか言えないです。どういう仕事少なめの。これアフガンさんへの説教かこれ。林を待ってるまさか。ああ暗がんした。行き止め来た。男らしい。あ、すごい噛み合った。孫さんみたいな。あ、お、あ、あ、まあまあまあ、まあ、これはさすがに変なの食らわなければ勝ちたい。あ、あ、おー、起き転向。これアフガンさん必殺技。起き転向。いや、これは攻略。あ、使うの。あ、いいけど。
まあどうせ溜まるだろうよ、まあまあまあ、溜まる支援支援確かに減ればちょっとヘールの回収がちょっとこれ3人いるだけやんこれ一応ね試合を真面目に見るとこういう感じになっちゃうどうしてどうのこうのだから、うん、まあ V リブ測れたらまたあれやけど貯めててよかったさっと CA 貯めてもう削りプランとかって気がするけどね削ってあの城欲しかったまあ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 そんな白なかったけどアフガンさんが上手いということにしましょうそんな白欲しい状況ではなかったぼったくりムーブ頼むよそれあれ強いんですよねでも大会じゃないやでもあっもう対策し て, てるなんせヒール結構あれだねああ甘える感じだね川野君は桃地さんもそんなに甘える俺は甘えないわかんないけどいや俺は甘えないいや俺は甘えないって甘えないよ藤村聞こえてるか甘えないよ俺いいでしょあっ、あ、まあねーまあ、今ねー、なるほどね、うん、分かるいや、そんな難しいあの、よく考えてはい急に突進してきたコパに対してさ、V リバーってかなりむずいじゃん逆に難しい中盤にすればよかったかいや、そういう話ではないだったら分かるあー、はい、そういう話ではない初手に V リバーしてくれってあまりにも相手を信用しすぎてるしもうちょい舐めた方がいいですか舐めるっていうかいや舐めるっていうかいやそういうことじゃないんだ川野君相手がそうではない V リバしようそもそもしてない可能性が高い舐める舐めないとかそれヤンキーの世界それヤンキー手に V リバってさヤンキーヤンキーえこれえこれはどっちこれは死にますいやさ生きてるかいやこれは生きてますせんこれはあっ生きてるわ体力戦あらじゃあ体力戦大パンクラカンしたら大パンクラカンしたらまあ、うん、これ大パンてか大パンクラカンじゃなくてもいいですけどねこれ大パンクラカン狙うようだともう素人さんです100系じゃないですかこれ大パンクラカン狙うようだと素人さん扱ってほしいけどなアフガンさんならここら辺でああああこれはおあああえ落ちゃったバッコパートリガー CA あトリガーなかったなかったかこれがあったかななかったのかなこれちょっと審議ですねあとあのリプレイも一応見れるんであそうだねまあ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 とりあえずここはさらっといく、うんうん、とりあえずまあまあリプレイも一応見れるんで強いな10-0 なんだけどな10-0 もしかしてモルカンジかああうまいアフガンさんこれ収録だからコメントできないですもんねそう一方的に言えちゃうからやっぱりその可能性はある見てたっしょそうかアフガンさんも今見てるかもしれないのかあれあアフガンさん見てるもう完全に本当にあお持ちですよえすいませんアフガンさん来たカーンマジかよく見るこれ氷につかみんなするでしょいやモモスさんあんまりいや俺しないダイヤ尺度結構怖いと思うけどなまあ怖いあっこれはえああ何が良かったんだろうな確かにいやまあまあ確かにコンボは難かった今判断は2ゲージコンで置き攻めとかですか2ゲージ置き攻めですかねおうまいアフガンさんの得意技あっいやこれもアフガンさんの得意技同じこと言った勝負決めに来てる連絡してもらえないおお今の動いてレバーだったそうっすこれはまあでもうんこれは結構変なのさえ食らわなければいや変なのとかないから別にこうカリンそう変なのじゃなくても死ぬからアフガンさんならさすがにきつそうそう別に中足食らっても中パン食らってもそうね
始まるじゃん、まあ、変なのとかないか、技引っ掛けて後ろ投げしてもう一回引っ掛けるで死にますね。まあ普通に引っ掛けて普通に置き攻めでいいんじゃない。そうっすよね。 CA はあこれはトリガーも貯めたいよ。え、コーリンとカリンはどっちが使いやすいと思う。まあレベルにも時間にかなり試合強いよね。でもそうなあら、マフナーいいんすかそれ。あれいかないんだ、ね、初心者が使うんだったらコーリンの方が勝ちやすいかもね。え、もう勝っちゃいますよ。いや、多分今気がついた。あの前出したら今気がついた。中級者くらいの人だとカリンの方がいいかも。今のちょっと怪しい。これはえお前、まあ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 今一応、まあまあまあ、今のはいや、いいけどいいけどいいけど、まあいいよ。まあいい、まあいいっすか。まあまあ多分コパコパでも絶対死なないっすもんね。まあいいけど、バチバチですね。熱いっすね。まあ今のはね、タイムアップ絡むとね、タイムアップ何かを反撃しようとしてミスして大逆転食らうぐらいだったら、今のの川野の絶対にそのああいうミスをしないんだけど、あれはまあ悪くはない。川野くんとかまあ勝てるんだったらね、しますね。タイムアップ全く見えてませんでした。時間にあるんです。さっきのアフガンさん側からすると完全に時間足りてなかったですからね。もっともっと早く行かなきゃいけないから。今何秒ぐらいで動き出すのがいいと思います。ももち以外は録画、さっき15秒ぐらいで動き出した。コメントは録画じゃないですよ。20秒あたりで焦らないと。コメントもリアルタイム、はい、30秒ぐらいかな。俺らだけっすよ。柵をさ、今を生きてる。2回ぐらいしのがれたらもう無理ですってなっちゃうじゃん。確かに実際そんな感じでしたかね。それはさすがに。コメント録画、まあ確かにコメント、選択肢が減っていくんだよ。コメント録画って秒数が減るごとに、それは良くない。おノノ、ちょっと待って、ちょっと待って、ええええ、ちょっと待って、もうツッコミどころが多い。あ、そういう感じ。たまには大丈夫ですか、大丈夫ですか、チームメイトとして。いや、まあ、今の当て身はえちょっと、ちょっと待って、緊張してんのか。お、お、来た、お、来た。一応当てに出た方がいいか。あれ、あ、お、あー、むずい。止まった止まった。おお、妥協で。おお、力強い。さすがですね、うん、いやーいやー、頼もしいでしょ。さすがでした。頼もしいっすね。あ、これ3先いい、楽しみですわ。俺見ると3先でしょ、ジョニーさん。いや、いや、マジ楽しみ。リーグミンのパーの活躍見れるのは楽しみだ。いや、もう負けじゃ見たくね。なんで負けたかを考えないと。あ、で、リプレイですね。あなたはがっつり試合ですね、これ。いい負け方っていうか、うん、まあ普通にうまかったっす。アフニー、アフニー、アフニー、アフニーうまかったな、確かに。やっぱね、アフニーはね、強いんですよね。ネタキャラ枠なんだけど、なんか扱いが。いやいや、あの、ネタにしてんの。ネタにしてるの。いやいや、そりゃそうだよ。僕はしっかりさせていただきますよ。アフガンさんかなりぐらいしか俺思いつかないぐらいの。え、面白いですからね。え、どれですか。ジムナさん、石星の話めちゃくちゃ好きやからな。石星の話は好き。めちゃくちゃ好き。なんか石星、石星の話って。いやいや、アフガンさんがその石星対策の石星が全てごっちゃんされるんよなって言ってきて、はいはい。で、まあそうっすよね。一応でも見てたらコパンでカウンター取ってタッチューパンとかできますよって言ったら、まあ見てたらしゃがみ台パンフラカンさせるんやけどなって。それ本当に見てからできます。まあ僕は多分無理だと思いますよって話はやらせたんやけど、まあ、ちょっといかついなと思って。やっぱまあいかついっす。現実的にしゃがみ台パンってかなりむずいし、飛びにつられるから。あの時藤村さんの顔見たけどすげえ嬉しそうな顔。いや、ちょっと待って。気まずかったむしろ。いや、でもそういう自分の中で確固たる攻略を持ってるっていう人は僕はね、好きです。まあ見てたらしゃがみ台パンいけますけどね。見てたらって感じですかね、俺の。そうだね、削ってリーサルに持ち込んで、うん、そのさ、藤村君はいけない。それさ、ちょっと、もっと、ちょっと戻って、あのね、噂に聞くところに、大体2人に、取ろうとしてるんでしょって思ってんだったら、もっと歩いて相手を下がらせればいいじゃん。
その台形使いに取ろうとしてるイコール一定の距離を保とうとしてる、はいはいはい、ってことは歩けば下がってくれるんだから。確かに確かに確かに。ちなみにそのあれに差し返しをしてくるとして立ち終盤でしょ多分。いや小径でやるつもりでした一応。あ向こうじゃあ向こうが、ね、向こうは立ち終継です、ね。あじゃ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 あ V スキルためなし。あ V スキルかなるほどね。V スキルを取ろうとした。ちょっと大丈夫ですか見逃してますけど。いろいろありましたけど。マジ言う？これはこれは噛み合った。いやこれ正直そう。ただここ EX パラでしょまず。えここ EX パラ入んない入んない。入んない。あじゃあ入ります。まあそうですねそうですね。これ絶対言う。入ります。中途半端な一言すんじゃねえよマジで。怖い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 。なんでそもそもなんでそもそもあれで行ってさ CA 出さないのかマジで。そうそれはマジで何のために行ったのって話になった。アホでした。それはほんまにアホ。まだ CA でよかったね。CA か3ゲージ。弱いやろ今のタク。弱いですかねやっぱ。密着にもなんない。そんな触りたかった。イーブいれば。きた。ここは使うな。ダメージすごいよね。いやそうでもないよ。そんなすか。ほら。いや。いやいや。いやいや。2ゲージ2ゲージ。藤村くん。ポロッと当たったダメージじゃないよ、ね。いやポロッと2ゲージ。まあ、2ゲージ。2ゲージポロッとないから2ゲージうわ強いいやいやこの状況見ろよお前強いってお前9割ぐらいあってもその強いもクソもない状況やろよこれはね中足もう漏れす漏れすまあ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 桃内さんもこれやってたからあそうなんだそれ、それ言われたら、うん、それ言われたら俺も何も言えんこれ使おう俺も何も言えんきたファン使いそれ、それ藤村さんがバカにしてるいやいや、バカにしてる悪意ないですか、ね、ちゃんとね、アテミはやってたんですよただ、よく遅かったファンはもうあれしかないじゃんまあまあまあ、まあ、ファンはあれしかないじゃん下かなり強いですからねいっぱいあるもんはいじゃあ勝ったやつ見るか一応かわいそうだからあ俺の兆候として、うん、あの時間が少なくなってくると、うん、酸素が脳に行き届かなくなるんですよねああなんかねやっぱそれはわかる気がするやってるとさわかるかめちゃくちゃそんなわかるかやってんのっていうぐらいさ気合い入れてやってる人全然わからんけどだから黄色く瞬間作ったあまあわかんないけどねその本当に見れなくなるんだったら例えばラインを捨ててバックジャンプして状況を一回確認するかでもいいしあはいはいあそういうそんな短い間にですかえそんな短い間に気を抜くんですか一瞬だけ気を抜くっていうか、いや、いやまあ僕は常に見てるんですけど、そんなにいや気合いは入れてないんだけど、君たちにそんなに画面見えなくなるんだったら、一回離れて安全な時間、絶対安全な時間を作って、あのちゃんと状況を確認した方がいいよってこと。無視されてますよ、藤村さん。私は別にそんなことしなくても大体確認できてますから。ご存知の通り。無視されてますよ、藤村さん。この辺頼むよ。藤村さん、自分のこと私って言うんですね。あ何え藤村敦志藤村敦志ですかこいつ本名言ったけどえ飲みどころだったんすいませんごめんねなんかすいませんすいませんして対戦そんなん突っ込まんと君もちょっと内容突っ込んでもらっていいですかえもうちょっと内容を見ようぜ内容をまあ中足はちょっと多くなってますねうんこのカクカクカクしてほんまこれは弱パラ仕込みなんやな CA に行きたいってことだそうですねえ死ぬこの体力知らないいや死にますよあ死ぬんだいやジャッケー弱パラ CA ってそんな変の
なんか、ジャック系ジャックパラ、え、ジャック系ジャックパラしてるじゃん。ジャックパラシエでしょ。え、戻します、大丈夫ですか。何の話をしとんねん。ジャッキーにジャッパラ仕込んでるやん。ああ、はいはい、あ、いやいや、あの EX やったら死ぬはずっすよ。 CA じゃなくて EX? ん、ジャッキー EX 戻します、大丈夫ですか。 EX でも CA でも死にます。ジャッパラ仕込んでた、え、違う、ごめん、見間違えたから。いや、多分ジャッパラ仕込んでないから。これ何、あら、これ何仕込んでるんじゃ、教えてくれ。これ何仕込んでるんだ。これ、いや、多分かなり気の迷いが生じてましたね。もう一回ぐらいやってない、気のせい。やってるよね、これ。え、やってるよね、これ。あ、嬉しい。あんま喜ばせんといてくれよ、カーノ。いい餌を与えてしまったね。いや、いいか、生き生きしますね。どういうつもりでやったんじゃ。いや、マジでこれはほんまに頭悪かったっす、ね。ああ。このキーリス警察が出てきますから。冷静に考えた説は、まあ、削りたいとかそういう意図があるん、いや、もう完全に EX パラでいいってことやんな。 EX パラでいいです。そうですね、そうです。まあ一応なんかその漏れた時に EX はもったいないとかあんだって言ったら分からんでもないなって感じだったけど、ちなみに後の状況がないんであれば弱パラ CA の方がいいですね。さっき藤村が言ったようにリスクが少ないんで、漏れた時に。今のも結構危ないですね。いや、今のは危ない。 EX でも CA でもいけるときは、まあ、リスク管理でそっちの方がいいっていうのはある。まあ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 まだ寒かったんだよ。うん、まあどっちもできるね。完璧人間なら関係ないですけど、まあ削りたいって感じですか。うん、基本はやっぱそのできない前提、できなかったことも考えた方がいいですよね。できる前提で試合を組み立てると、特に大会とかだと基本できない。一応この中出しとかにさ、 CA 仕込まないの。で、仕込んでましたよ、中出し。え、戻します。いや、もういや、ほんまほんま、これほんまほんまほんま投げの後ぐらいから、いや、もうちょい後ろかな。ここ今の今の一応、ほらよく斜め下入ってないけど、一応仕込んでます。下右しか入ってなくない、うん、いや、そう、斜め下が多分ミスで入ってないんですけど、斜め下はいいんやけど、1回しか入ってなくない、うん、というか仕込んでないですね、これ波動コマンド1回で CA 出ないやろ。いや、仕込んでないですね、これ。え、じゃあってなんだよ、おい、本当なんだよ。いや、じゃあ、ね、いや、じゃあ、ね、いや、でも俺の記憶で完全に仕込んでた記憶があって、だからこれ CA が1回コマンドって感じがします。ここはまず、まあここは結構重なってるから確認もむずいし、うん、まあここは最悪仕込まんでもいいと思うんだけど、ここだよね。いや、ここも仕込めないですよ。ほんまに藤村さん勘違いしてますね、一回勘違いの。あ、これはさすがに仕込む。あ、してますね。あ、してるしてるし。これは仕込んだ。よかったよかったよ。あげくここで EX をさっと吐くというね、まあ、いや、このね、中足 CA ね、もうちょいね、猶予増やさない。え、そんなことあった。今僕はあの EX 氷を投げた話だけど。そう、あ、中足 CA ね、きついんすよ。ほら、ここで、うん、多分 EX パラのコマの方を仕込んでた。当たった時よってこと。そう、16、せめて16なら話が噛み合わんから、ちょっと怖いわ。今は14です。降臨の中足 CA はこうやってその安直に全部使ってちょっと困るやつおるよな。なんできついっす、これ。俺、アフガンさんやらかしやな。アフガンさん多分終盤脳に酸素が、だから基本中足が当たらないところとか状況確認でしか使えないから、ああいうなんか中足を当てに行くっていう、ひょうきんなおじさんやと思ってるかもしれんけど、あれだと微妙っす。いや初めて会った時に、お前側のイセスとか、あ、熱帯だったらイセスとか、いつかうん、してやらないかんと思っとったわって初対面で言われたから、マジで気付けて、うん、まあ、絶対うんすと思ってたんやお前だったんかって言われたもん。圧やばかったよ。いや、これはお前何笑って、いや、対策やから。対策やぞ、お前対策やぞ。やってるから、マジで。そうっすね、中盤でいい気がする。ああー、そうなんだね。あのは、まあ、今コパンで死んでたから、コパンだけ振って。
川野さん。はい。まあでも次は成くんということでね、梅原ゴールドサクッと終わったね。アフガンさん練習してらしい、ね、あそう終わりすごい、ね、見せてもらおうかな。サクッと、いやかなり藤村に怒られないために伊吹戦を仕上げて仕上げた最初に仕上げたって来ましたね。来ましたね。一応あのよろしくお願いします。14で仕上げていくのは大変です。いや14は狙わないっすね。当てに減った。さっきもねちょっと中足転向みたいに確認ミスっても説法が出ますとか、まあ川野の反撃が安いですとか、リスクが少ないですだったらいいけど、中足 CA って漏れた時に全ゲージを使って終わるんで、いやありえないリスクなんですよね。で反撃も 100% されるんで、全乗りに対する意識はかなり上がったはず。中足転向ってなんか漏れてもさ、さっきの川野みたいに反撃展開早くて反撃ミスるとかあるけど、まあ、CA ってミスらないから僕集中しますね。全然あの配信とかだから喋なくていいよ。いや本当はもうこっちだけ、こっち10割でいい。10割本当に本当に、お10割あ相手重ねミスっとるぞ。あちょっとタイミング怪しかったけどいけた。きた川野の画面8は、ね、いやプッパではない、状況確認と仕込み確認に行くっていう動きはしない方がいい。さすがに。おお。おお。来た。カーノのダイヤシャツロ。カーノの投げ。カーノの置き勢。ああ。あ、強い。カーノのスペーシング。ああ、来て。あ、え、あ。今のは、ね。今のは。あ、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 う、え、これリーザのミスでしょ。あ、ええ、全然投げ。なんて言ってた今。え。さっき全投げに対する意識はどうのこうのって言ってなかった。いや10割ですねこれは。え早っ、1ラウンド目からそれ回収する。丸くん聞いてるこの会話やべえな。さあ、あこれね垂直につられます。いやこれでもね、あ止まらない。 100% 完璧なプレーってまあできないんでね。ああいうあああって言われるポイントをいかに減らせるかっていうあれはありますけど。おーしっかり。これは来た距離。ああ、うるさうるさ。本当に10割か。大丈夫かこれ。あああまあまあまあこれはまあまあまあこれはまあうまいうまい。ああこれはきつい。あオッケーオッケー。うん全投げ見すぎて死ぬやつね。あれ全裸に対する意識は今かなり高かったです。そうだよね。でもだって1試合目さ、うん、打たれてるじゃん。で2試合目さ、もうそれ踏まえて向こうはやってきてるわけじゃん。それは高くなりますわなっていう意識が。ただまあ成くんは一応あそこしのいだ後に全部やりきったら最後に全投げはしてくるとは思うけど。ああ。今コーチの残空に固められてる感じか。え？どうすか？わかんない。わかんない。なんでもとりあえず勝ってくれればいいよ。確かに。あ、え、リーグにイブキっているの？チャレンジってことね。そうですね。これなんで成くん呼んだ？え、チームメイトだよ。こうなると結構何も触れない。ちょっとダイパンを当てに行きますね。イブ。え、あ、どうだ。うわ。しかも成くんの反撃もちょっと。射撃発。パラの硬直さ知らないんちゃうかこれ。何かなんで川野は伊吹対策をしたの。8007で、あじゃあそもそも弱パラがマイナ4とかなんだけど、ああいいですね、いい選択肢。えっあすごいいっぱいなくなった。えっそう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 、ああ全力です。こいつらえとあとおしか言ってないけど、今の EX くらいだと全投げとかどうだった。ダメなんですか。シチュエーションが、シチュエーションが分かんない。来るなやっぱ。あ俺はあいやだから殺しに来てます、ね、いやだからあ成くん対空出た。いいとうも言ってあげて。いいよこれは。はい、ちょであっいやだからあ打つたあといいだけ。今の入れ込んだの。いいは言わないな多分。
これも EX 風切り食らったら多分死ぬ。バンで死ぬ。これはきついね。うん、今釣りです。バグってバグって、危ないよ。あ、おおいしい、うん、今のおいしい、うん、今俺があっつって狙ってた。藤村がおっつって、それはうなるわ。ジョニーがえっつって、これね、まあ成君はね、空中 X くらいです大丈夫だ、ね、あれなそれ、なんだ成君会話聞いてるんちゃうか。おさあ、こっから発動させずに倒したい。さあ、まだ持っていきたい。いや、まあ普通に空中 EX 少ないは結構、はかなり、まあ別に降臨に限らずだけど、この相手が、あ、これ食らうのはダルできたんだけど、入れ替え、あ、いいよ、来た。あ、これはインサル見えた。これは結構、あ、あ、え、難しいところ。あれ、ためやり V スキルの後の強化隅ってこっちプラスでした、ね、違います。いや、そもそもためない V スキルも中化隅でしょ。いや、あのためありの時の強化隅。あ、強化隅か。イボケの中段は反撃ないですよ。今強でしたよね、まあ、強化隅って強化隅って上、あっ、え、マジですか。え、何だ、ちゃんと分かんない、おかしいなと思った。え、え、何、え、こいつじゃ今のカット、なんならシリーズ的には中段ガードさせて有利、伊吹側が有利とかっていうぐらい。強化隅やってた。いや、まだフリーでよかった なかったような。なんか不思議なことが多い。おわー、ミスってる。あれね、強化隅くらいやろうとするとたまにミスる。お、あれ、なんか押し目結構うまいイメージあんだけどな、あいつも。あ、これは入ります。これはい、お、いかない。うわー、しゃがみ中盤いくね。しゃがみ中盤いくか、しゃがみ中盤いくね。いくかね、だね、いくかね。ペチリンちゃうか。これ大体ね、真面目な解説するとね、俺多分藤村とほぼ同じになると思う。あ、ちょっと挑戦いうことは。あ、来ました。これは桃さん見習ってるね。いやいや、俺そんなことしないです。おお、あら、噛み合った。飛びはいい線だ。当て身嫌いなんですよ俺基本。今のはうまいのか、揉めていいのかわからん。あ、危ない。これはあ、この安いやつ。あ、やる、やる、やらない、やらない、やる、や、やる、やってはない。やるとかじゃない、あれ食らうおる、まだ食らうやつおんな。やらないよ。いや、だから大体藤村と同じ反応になってしまう。来た、お、頼むぞ。これでかいな。負けたら負けですからね。2使います。いいよ、それはいい、それはいい。いや、そう、それはいいです。うん、まあでも難しいのかな。使わなくてもいいけどね、今位置的に。お、鋭い。降臨ってこれはさすがに、その2ゲージ使うかどうかの判断ってダメージ以外もあって、もかなり画面位置っていうのが結構でかく、いや、意識は高かったんですよ先生、何、意識は高くて。ちなみに最後ダイパラじゃなくても死ぬからダイパラである必要ないです。本当に見てから落ちたの。いや、動いたの確認です。あ、もうそのしゃがみ中盤から行くんだよ、ね、まあ、あるか分かんないよね。いや、やっぱちょっと緊張してる。あ、ここだったらさ、今のとここそさっきの話で言うと、はい、入れ込んでそのタイミングで弱パラにする。別にヒット確認ができるっていう前提だと大でも EX でも弱でもいいんだけど、別にどれでも倒せるときだったら弱の方がいい。あ、もうぼったくろうとしてるもんね。あ、激しくなってきたただそれをやると差し返しその、変に意識、そういう意識を持ちすぎて大だったら倒せるけど弱にしちゃいましたとかで、ドット足りませんでしたとかあるから、まあそういうのは怖いかったらまあ大なんですけど、まあ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 、俺たまに中使うからね、そのクロートの。飛ぶね。その弱だと倒せないけど大だとやりすぎる中だな。ちなみにあんま意味ないです
でそれやると本当にね第2子とかよかったみたいな。2回目なんで中にしたんだろうが結構ある。何で変わってんの見えなかったです。いや本当に あ, 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 あ今のライダーだったらピョってた、うん、ライダーっす。盲目なんかクロートは中、クロートは中で相手をドット残すがかなりうなる1ポイント。あれ今の中渋い、わかる。きた激しい、多いよこっちで、はい、トロルだ。お、苦労しないんだな。これはピュラせないな、うん、ピュラせないのはいい。ここはえこれなんでママじゃないってシャンシャン前に進んで食らわんかなとかちょっと。いやいやいやまあ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 、まあ、いいよ。大丈夫かな。おお読んでる。これが息吹対策ってやつね。あれはね V スキルに弱あれ置いとくと、弱あれ弱ステップ置いとくと見てから発生。これは厳しい。うっうっ耐えろ。逃げる逃げる。これはうわそういうそういう読み合いですね。きた対空のパワーの。これはこれは5分ぐらいですね。 VX だかな。まあちょっ、うん、もう氷。あこれはピンチ。料理が通ってもまあ残るか。おーうわいったこの男。死ぬので。あビンスか。まあいいよ一応今のその、まあ、難しい一応向こうの選択肢としてははい、はい、表のみ若干死ぬ殺しきれる可能性があって、あ表だとちょっと橋が絡むんで多分無理だろう。でああいう時に表だと死ぬけど裏だと死なないっていうのが結構あるんですよ。だその時はその死なない方をガードをいや死ぬ方をガードする方がいいです基本はね。セオリーはでも相手もそれは分かってるから、まあ、分かってるからというか、まあ、分かってないんだけどね。だコーリンも結構その表裏のポイントあると激しい。表だったら死ぬけど裏だと死なないっていう。えすごい。でもそれをこれ表食らえないから表はガードするっしょとかって思ったら結局そこまでちゃんと画面を見れてる人って少ないから。いややってないです。あそうだ、やめてくれよ。チームはあんま意味ないだって今のさっきので言うと伊吹の表だったら死ぬ可能性ちょっとあったっていうの分かってるのはまあ藤村と俺いい、ね、これはぐらいじゃないですか。でそこを体育がしっかり出して急に来ると確かに分かってる前提で行ってじゃあ表はないなってやっちゃうと、うん、結局大体の人分かってないからなる。今日は成君の技が結構当たるね。当たりますね。だからね結構ねそれで言うと俺対藤村とかはその表裏の選択肢がマジでその期待値のあれで結構いくから、だからお互いそのねそれ前提の読み合いになるんですよ。くも悪くもどう噛み合わせるお互いがちゃんと俺は見えててガードするから。これは飛んでる。あれね、成君ね、ワンチャン中霞で、弱霞が中霞でキャンセルできるんで、やるべきだったかもね、このゲーム、じゃ結構ね、そう読み合いって難しいんですよね、これは、厳密に本当にグーチョキパーのじゃんけんにするって、完全に同じレベルじゃないと、じゃんけんって成立しない。まあ、一応ちょっとちょっとだけ見えたけど垂直とかがはいはいはい。まあ花井君結構アレメンがグーとチョキでのあったから、うん、そうだグーとチョキお互いが出し合ってチョキが勝つと思ってる人がいるのよ。でも別に垂直にアレメンそれってもうじゃんけんとして成立しないの。いや一応中パンが入るはず。
でも格ゲーの読み合いってそれで、いや多分実際その相手が分かってませんでした、ありがとうございました、ありがとうございます。で、なりくんのリプレイじゃんけんが成立しないことはある、はい、読み勝ってるよな、これは無限じゃない、うん、おまあ忙しそうですね。あまああの基本買うのははい、そういいお互いがその完全同じレベルじゃないと、基本的な本当の意味のじゃんけんは成立する、自分の強さっていうのは持ってると思うんだけど、はい、それってトッププレイヤーでも全然あるから、トッププレイヤー同士の対戦でも、まあ、言うたらそのキャラ体がぬるかったりすると期待値分かんなかったりするし、全体を考える別にそれは初心者対上級者とは限らない、別に上級者同士でもあるし、いつもはねここでちゃんと倒しきるイメージあんだけど、あこれミスっちゃったかな、 V スキル狙い、そうですね V スキル狙いで飛びも落ちるときはあって、まあそうですね、かなり強い、俺は生ですよ、あ全然コメント打っていただけ、コメントもうコメントしか今俺の友達いないから、全来るこいつら、こいつら何も俺のかなり意識してなぜか全投げ問いに答えんからコメント、コメントには答えます、EX 空中 EX 内からの中核、シンガポールは行かないです、知らんかった、今行ったらおかしいでしょ、明日大会でさ、俺じゃあこれのために今日本にいたんだっつって、明日じゃあ朝一でシンガポール飛ぶわっておかしいでしょ、いやいやいや笑っとるけど、笑っとるけど大丈夫か、なんで当のこいつら2人がシンガポールもう行ってんの、俺だけ居残りなの、あこれはこれ合ってないよ、そうそうなんですよ、中パン大パンやろうとしたらっていう、まあ、修正が起こった、あーもうこれビビって、これ自宅で天の声やればよかったんですよ、いやそういう話じゃない、はい、しかも投げ抜け出してるやん、背景一緒もないし、全投げ、全投げを警戒してたら全投げ食らうやん、えいやそうなんですよね、まあそこは俺も悪いとこかな、そういえばでも大変そうですねリーグ、そうだね、まあまあまあいやまあ確かに、でもそのうん、いや武器の表裏って完全に見えないのあるの、このバージョンはないかな、でやるのだったら分かるんだけど、全投げ警戒してるって言ってるからじゃあ違うじゃん、あのシーズン2とかはマジで見えること自体はまだ分かるんですよ、うん、あのね一口にね表裏って言ってもね、まあまあいろいろあるんですよね、表裏も種類、これも出しますか、そういう分からんでも勝てるってことね、やっぱこのゲームはいいゲームだな、マーベラム、これね、なんで今あの釣りに行ってたのに出さんかった、画面端はさすがに見えなかった、飛びしてた、ちなみに表裏って、はいはい、画面端は見やすいですよ、ね、基本はあの中央とかの方が見えない、何もできない状態です、あの本当に完全に見えないっていう意味では画面端の方が、あの中央のが見えない大パンと引き台形さえ空振らんかったら、画面端は一応とりあえず今まあ大パン一応当てにあの、まあ、見えます見えるっていうとちょっと語弊があるけど、はい、いい判断はできます、ガードできるかどうかはまた別だけど、ビビってます、そうだね、まあ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 、ここら辺は成君がかなりやりに来てるから、あれも下手すりゃちょっと歩きガードでもすれば勝ってるから、まあまあちょっとしょうがないけど、はい、これもかなり来てるだろ全力大丈夫スパラでこれ全然話しそうやね、どの話を聞くかが、やばい、もういいよ、上のこいつらのあれは後でアーカイブであげるんで、副音声ないバージョン、それは何なんそれは、これ何なんでしょう、ほらほらほら、これはクラカン機体でヒット確認出てるっていう、いや大パンケーゲージ見てました、ただ全然出なかった俺確かにいやだから今来た人意味わからん、これ映像よね、画面もリプレイだし、で上さんにいて同じ背景に
俺一人いるし、お運がいい。一応遠目の飛びがイブキがちょっと対処むずい、タイミングが結構知り合いになるっぽくて、まあ相手区内で CA 見てるのも踏まえて飛びました。なるほどね。ナリ君は準レギュラー、いやそういうわけでは、あこれは空中 X 区内を警戒してた時、警戒してた時はいはいはい、そうだね、言ってましたね。いや結構ねアフガンさんとかナリ君とかは説教 TV で公開説教とかをやったんで、ね、結構そのつながりとかでもこうやってね連絡してやってくれたっていうのを直してるイメージあるんだけどさ、そういうのは全然ないですよ、なんかうまくしのがれたのか攻略完了しちゃったのかされちゃったのか、そうマジな話しちゃって、別室にする意味よ、いやこれはちょっと言いづらい、いやどうぞ、いやじゃあ耳打ちでもいいですか、はい耳打ち絶対乗るけど、ほんまやちょやめとこ、危な危な危な、マジの話何？いや別に大丈夫全然、いやまあ一応練習ならいろいろ試そうっていうかな、あ全部アンパイの選択肢取ろうと思ってて、はあはあはあ、まあそれがちょっと言ってました、ね、なんでえそれさ3先でさあなたの実力を見たいって言ってるのになんでそんなことするんですか、なんでやろそれなんでえいやでもやっぱ俺にとってもやっぱちょっとこの場も練習っていうのがちょっと、ああなるほど、普段いつも全てに課題を持って接したいんで、あそうなんだ、でも昨日はその練習で成君に勝ってたじゃんちゃんとまあまあ何なんでしょう、淳の淳がすごい、できるだけ普段はちょっと高いことをしようかなっていう、そんなんオフラインでやっていいじゃん、オンラインでわざわざやんなくていいじゃん、すごいです、全然でもこれフジムラン投資したって、そういやどうだろうな、てかもう大体の人の年下だときついなと思うけど、だいぶ弱くなったな、勝利が大パンで差し返せるからかなり強い、これ絶対見えるよな、え見えない今ね、もう一回戻してみてどれ後ろにします、大丈夫ですか、えうん、いやどうだろう、これあれ俺は思っていけるのか、いやワンチャンいけるか、いやいけなさそう、ね、から霞はいけるくないですか、霞はいける、霞はいける けどその霞食らった方が安いから、これでもそれ言ったらっいいなって、あの裏食らっとけの状況ですよね、これだってそのもう表裏もついてくるから、でもだったらファジーできる、はい、えマジっすか、いやいや打撃をガードして、いや俺はこの理論で言うとここは絶対表が裏安いから、はい、手裏剣が戻ってくるタイミングで、ああ確かにっていうか、その2回で死なないからこれ裏だと、これの対策飛びです、一瞬ガード入れて飛ぶと、いやでもまあこれは死ぬから、何君のあれも一応その霞で表裏かけられると思ってんだったら、はい、上入れっぱしてやると手裏剣最悪食らってもかなり安くなる、まあ、このルートは基本地上での相模大パンでの表裏だから、まあそもそもそこを意識する、でもそういう結局ねリスクリターンでだけで計算するバランス野郎だと結局そこを疲れるから、そこに人読みとか逆にとかってやるんですよ、そしたらさっきのじゃんけんの話じゃないけど逆にとかってこっちでやると相手がもうまっすぐすぎて、ここはスタンないかなって俺逆にとかなかったみたいな、さすがに補正乗りすぎてあえてのあボイスキルのタイミング分かってるじゃん、でしょボイスキル読んだって読みました、まあその逆にっつってリターンが高い読み負けて、そ逆が通った時のもろもろのダメージがでかい、精神的ダメージがでかかったりとか、
リターンが高いキャラはまあいけるね。通り読みで何もしないとかそういうのないっぽいな。ここはね、頑張ってバックステを見えたんですよ。上見てたけど全然今見てなかった。戻します戻して。いや、あのゲージ確認してたんですけど、そうチラッとバックステぐらいしたんですよ。あ、そういうことね。それできるんじゃないかなんかふわっとしてたもん。まあまあまあ、いや、ここはダメダメっす。まあまあまあ、はい、そもそも生 CG でいいんちゃうかと思うけど、さっきの V スキル知らないかもしんないけど、面白い。ここはちょっと俺の意識がマジでかなり、おもっともっともここは、うん、俺バックステするならマジで生 CA とかで得意そうっすね。仕込み得なんでね、あれやらない意味がない。はいはいはい、まあ、ちょっと俺自分でひどいなって人では説教されない。フリトリガー突進、いや今のは藤村が今言ってるとこは CA じゃない。この CA に分かってくる。だよこの CA 安定とか言ってまあいいですよ。まあ、一応トリガー発動中だから、トリガー発動中って CA から置き攻めできるので、まあ当て身警戒して、まあありチャー逆に CA は考えてないだろうなっていうのはちょっと。いや絶トリガーがなければそれはないかな。それはない。ここで当て身パナスぐらいだったら CA パナス絶対になんかね、その前捨て止めるとかめっちゃうまいし、前捨ての通し方もまあ結構あと、まあそのそれで言うと相手のゲージの状況にもよるかな、ヒット確認とかもうまいしなんだけど、はい、その格ゲーの今ので言うと他人の考え方も、成君側のゲージがもうホカホカだったじゃないですか。トリガーも DX もホカホカだったから、そこっすね。あ、オニキ適当に来てくれたんで、ロードオニキ、あれで相手もゲージありませんとかだったらいいけど、そうなんですよ。何とも言えん。よろしくお願いします。オニキといえばカリン使いだったのにね。そう、ベガに変えます。急にベガ使いに全然見てないな。まあ基本、まあ、トリガーは関係ないけどね。まあ基本 CA 当たったら動きます。もう一本溜まっちゃうか。動きますよ動きますよってどんだけ出てくんの、まあ、言葉のチョイスがやばいよな。自分の弟子とかじゃないとなかなか言えないですよね動きますよ。 CPT に出てくる息吹って藤村かしら。 CPT が何を指すか。ああ普通に大会ってこと。大会だったら息吹はいっぱいいるよ。俺21です。あ、21普通に強い息吹は多いよ。一歳差でな。アメリカだと社員とかもいるし。の言葉全部カットで、うん、いや無理や無理無理。いやほんまにセロレンもそうだね。カズノコもいるし。る企画やからもうもはや。僕めっちゃ最近瞑想中ですね。お前ダメだよ。保険かけに行きました、ね。その辺とは俺も大体当たってる。今年で言っても俺めっちゃ体育でも体育がうまいんですよ。社員も。でもシャミ中かさすがに大体。カズノコも藤村も当たってるね。ベロレンもダメだった。うわ、ま、天才から、ね、ちょっとボッタグ。これってあの鬼木くん、カリン使いの子だよね。あ、ベえもうベガに変えたの。あ、うえおえすごい。あ、カリンからベガってなかなか珍しい。どうすんのこれ。固めが強いんですよねベガは。おお。ピルの。これしゃあないっす。しゃあない。まあまあまあ。お。ああ、まあもともとベガ使ってるのはなんかスカイにたまに来ててベガ使ってるなとは思ってた。うわー近づけねー。言うてカリンだったから。これ EX に警戒しなくていいのかなりでかいです。うわうまい。そう狙ってるんですよこういう時ちゃんと。さすがにだよ。なるほどね。さすがにだよな。そうもうあれはだってそれでぴったり死ぬからむしろ狙うんですよ。え、上の部屋の人を話してたそれ、ね、上の部屋試したんだよね。試し分かって別室。まあ1ラウンド目なんで。ああそうだよ。カーナー1ラウンド目試すんで。ああ潰れますね。1の2で。そこさあれじゃない垂直。垂直です。その通り。ああいいですいいです。なんで垂直線の。またやっちゃった。いや教えて。どういう場面でしたっけ。忙しいですか。てかね、リゲージ使わなくて忙しいですか。ちょっと今実は落ちるんかなと。ああ、落ちますよ。落ちるっていうか、うん、あの EX セット抜けれる。それはでも良くない。1ゲージ使わせたらちょっとスタンチ継続させた差ありますか。え、でも多分その抜けられたって読み合えるよね今。倒せた。え、ああまあまあ、でも多分有利な読み合いだと思う。
ジですか。違う。削りで。後でちょっと調べるか。じゃあ、はい、これ確かに。カレルセットやっぱでも完全にタグになっちゃいますよ。言うてじゃないか。まあ、時間はいっぱいありますから。うん、調べましょう。うわ。え？あん。変わった。意識が変わった。もう安定じゃなくなった。3ラウンド目はちょっと全力で、もう全部やっちゃって。うわ、やりにいってる。強くはね。あ、もう全部いった。強くはないだろ別に。うわ強い。今の状況弱いぞむしろ。すごいですね、カーノさん。やっぱコーリンは前投げ、端で前投げを決めた後に唯一隙間でいきます。相手が下がれます。あ、はいはい、ちょっとね、引き寄せて投げるのよ。手がちょっとね、温まってきたと。ようやく弱い。よかった、間に合って。ちょっとね、前投げダメージ150ぐらいにしてほしい。こういう発言をやっぱ世の中の人たちは本気で受け取るっていうことを理解してないからね。そう、これは怖いんだよ。何千人と見るんだからね。逆に最近ね、逆に降臨側が端を背負ってて前投げ決めると前投げループ、あの端で降臨がずっと端を背負った状態で前投げ前投げ前投げって一緒できます。藤間さん大変そうですね。引き寄せる。なんかゲームの話するか。そうですね、ゲームの話だけで。いやでも難しい。うお、あ、これね、ぼったくりなんですよね。でもね、食らっちゃうよね。切られた。これはこれちょっとだるいですね、降臨側。ダメそうだ。トリガーゲージ長いな。お、使わない。使わない。いい、それはいい。使ってもいいっちゃいい、うん、使ってもいいけどね。お、ちなみに、いや、前投げだな。前投げですね。あ、前投げ。普通は使っちゃダメだけど、今の状況は使っ、俺は使うから。最後クラッシュ。はい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 。お。おお。絵うまいんだけど。ここは使わせます。EX ですね。ちょっと待って、ちょっと。ここは使わせますの判断基準はちなみに何なの？マジでスタンチ全然溜まってなかったのと、結構体力逃げられても関係ないってこと、ね。そう。あと相手もゲージが2本ぐらいしかなかったので、使ったら厳しいだろう。ベガって降臨相手だと技振りにくいの。まあ、地上は全然降臨側も戦えます。そうだ、まあでも別に大会って緊張するから。ベガのパワハラはそんな機能しづらい、降臨には。ちょっとね、このラウンドは上を意識させます。へえ、そんなん考えながらやるんだ。これやっぱ、まあ、俺はこの組み合わせ普通に降臨有利だと思ってやりたいんで。え、ご飯落ちんの？それ落ちますよ。それ落ちますよ。これ落ちます。あ、いやいや、降臨のジャンダイ舐めなよ。ちゃんと面出したら落ちないよ。多分できる。ベガの代表だよ。いや、降臨のジャンプ台系だよ。ベガのそれは調べた方がいいんじゃないか。さすがに。さすがに。降臨の飛びは弱いですよ。ね、相当変わりますかね。確かに。そのおらんかったらいいよ別に。まあまあ。ベガしかもいっぱいいますからね。うん、サーブ含めると。ちなみにこれでも強化されてる。お？あ今あえて結構ね、さっき上を意識させたせいでかなりマグロになってるんで、うん、ここで前捨てて押したいですね。ほら通るから。
すんごいの、すごいな。あしかも対空もされてるし、もうダメだこれ。これオクラセブイリバです。はいはい、これはいいね。使う、使う、使うですね。うん、置き攻めできますか。しかもなぜか画面端、このね置き攻めね、何気に前背投げが強いんだよ。一周回って最高ではない。一応当てみ仕込んでたんですけど来なかったっす、ね、生発動でも良さそうやけどね。おお、たまんない。あと一確認で終わる。これえ強っ。おお、え強っ。ちょっとありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。調べますか。まずだってもう今反省ポイントがあって、はい、中足トリガーの時に CA をちょっとね、うん、打ってなかったんですよ。ああ、なんで、それはなんで、忘れてた。忘れてました。いやまあ溜まってなかったんですけど、結果ね、うん、結果溜まってなかった。でも溜まるかどうかだったから、絶対に。ありがとうございました本当に。ちょっとトレモの方でジョニーさん空き込かしてや、どうぞ。これがっつりありますね、これ試合信用してないから僕。え、君ら？君ら？三時間やってましたからね、この人ら。しっかりしてくださいよ。これ、ごめん。見せたってや。ガーのトレモ。好きなタイミングどうして？僕が思う一番いい打ち方するから。おお。マジ？よくて相打ちっすね。ちなみに先ほど。え？もうちょい、先ほど買ってきました。もうちょいね、まだわからない、いろいろありますからね、距離とか。全然一方勝ちせんけど大丈夫か、おい。え？誰にしようかな。まあ、次行きましょうか。何で落ちるときあるだよ。ないじゃん。あやつじゼロさ。本当に。やっぱ天下無敵の仮面優等生。こういうことが起こるかっていうと。はい、そのコーリンのジャンプ台形の強さを分かってないプラス、はい、ベガのコパンのその対空性能をちゃんと分かってないからこういうことを起こる。桜井里穂子、これが僕が真面目にチャリオさんなんですよ。それは知らんけど。それは花巻花王。でも今までサバサバした大体のハッピーエンダーが想像つくんよ。あ、マジっすか。うん、中田さえふかふかボディの純情少女、めっちゃ飛びのふかふかボディ、めっちゃ飛びが強いキャラ使ってるとかだったら別だけど、あ、まあふかふかボディ画面端の飛び重ねるやつは知らない。そうなんですか。花咲愛、じゃあ面倒見の良いクールな後輩、はい、森島遥、男殺しの天然女王。あ、天然ね、天然。これその天然っていうのはその自分で言ってるか、一応対策として周りが言ってるかでまた評価が、これがあるんですけど。いやいや、じゃなくてちょっと待って、じゃあ行きます。自分で言ってたらもう、あ、あミス。あ、んだかなりだね。まあまあこれはずい、しっかりね。ああ、かなりだね。これスカロンじゃなくて、むずい。これどう、一応その派生で読み合いできると思うけど。あ、派生のやり方、うん、ああんまこれ読み合いしたくないんですよね。したがいいんすかね。え、そんなでもむずくなくない？見てからできそうじゃないですか、なんなら。じゃあ見せる。まあ当てみでいいっすけど。ああ、やっぱ大 P のあれが長いから。はいはいはい。ああ、まあでもしそう、今のためにこっち有利だったから見せた。派生 EX、 確かにそう、いろいろあるんだよ。ああ、なんかこれやるぐらいやったら、うん、ほんまに。でもそれ普通にこれでフルコンやんな。まあそうっすけど、まあ楽じゃないですか正味。本当にそれで位置入れ替えられる方がちょっと俺的に楽で。ああ、なるほど。うん、でベガの端はやっぱ結構評価してるんで俺は。評価してる。とりあえずじゃあリプレイを。そうっすね、はい、ベガ戦はね結構難しいよね。そうね、知識が必要やからさ、僕もあんま言うことが、今のはちゃんと深めに出せば最悪で前打ちだからね。確かに、そこら辺よろしく。了解です。
ポリーのバイパンなんでこんな差し返せるんだろうね。なんか違う、何言ってんのこの人、前に長いのかな単純に。何を、なんか他のキャラの似たような技よりかなり差し返しやすい印象は。見てみますか、何を言ってるの。そうなんだよな。まあ張っていかないもんか。あでも思ったより前出てるね。前には出てる、うん、と思います。クライハンテム前に出てますよ。クライハンテム出てますよ。大発動ファン使いみたいになってるやん確かにそれだけはやめて。いや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 、何それだけは、何それだけは、何それだけはって。嫌なの。えちょあんまり好ましくないです。え終わってるもん。終わってる。怖い。あーこれね、うまい。これはでもね、リアル試しです。リアル試し。あのさ、試したら死ぬんだけど。いやまあまあ死ぬっすけど、逆に死ぬからこそしか試せないから。へえ。そうトリガーを抱えてる身で。そうそうそう。トリガーあったよね、さっき。ありました。おこれ多分遅らせた結果的に。だから何も考えてないけど、これをで通った時点で、あれこれ有効なのかなって普通思うじゃん確かに。うわぁ固められて、フライパンで抗いに行くんだね。なんかもうどうせジリヒンになるならリスクリターンで勝負した方がいいかなと思って。だからもう引き台系も結局返されるから振るの最近やめました、ね。ああメガ氷何も言うことねえな。これはこれはなるほど、何も言えねえ。サイコシエとかで知らないのかな、ミスじゃないのかな。イーベルのちょっとカス当たりだったっぽいっすよね。あそうなの。ここは一応削りで。一応この距離の立ち消系は、うん、あの大 P がこうあれ噛み合っても、うん、結局インフェルの方が届かないから、うん、しかも勝てる時あるってこと。そうそう、ゴブゴブでよ、はい、でいい対策だね。信頼度アップだわ。おここであれベガっているのリーグの台形に V リバって分かって一応仕込んでます、ね、ドグラか台形に V リバ、はい、あー時度ベガね。大丈夫ですか。何を仕込んでるっけ。 あのコマンドだけ、当て身コマンドだけ。あ当て身で取れるのこれ。取れますよね。あ見た目たまやけど。そうなんや、はい、まあベガはかなりサブでおすすめです。えそうなん。いやほんまっす、マジ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 。へえ。あでもそうか、 V リバか。そうだ V リバ多分どこにでもはめれるんじゃない。あのどんなキャラ使ってる人も。C は無理っす。サブベガはいいよ、ね、外れることはないと思う。バネステで EX ライダーするじゃないですか。えどういうこと。どの話。 EX ライダー。いやバックステってあのいやまあいや見てからじゃないけど OK やけどいけるじゃないですか。いやいやいやマジで。えそしたら大体いけそうだけど。それ言っていいんだったらしかもイブキのバックステって短いからあれに V スただベガで明確な差を出すのってやっぱ難しいから何かしらありそうだな。結構むずいよ。いや俺も別に使えるけどベガ芸術ね。その今のでも絶対 DX。 そうそう芸術です。あそういうことね。ちゃんと他と差を出せるかっていうとかなりむずい。これはでもやっぱ一回試せたからできるんですよ。何を。あ今のが試し。氷に対してちゃんと、まあ、だから取ってくるかどうかと。あくまでサブっていう位置づけでやるのは結構でもさそのありだと思う。あのカーンを言うあれだよね。で本当に練習するんだったら対策知らない相手にそれをやるっていうのは誤解がないように言うと。いやただ一応もうこれはちゃんと浅い方が強い。ああ説教が生きた可能性はあるのよ。そうサブぐらいの感じでやる方がベガの良さは出るっていうのは分かってやってんだったら。それぐらいのしゃあないっす。だメインでやるとむずい。これは上見てるだろうなって自信があります、はいはい、かなり、はい、でまあ前投げの方が良かったなっていうことね。いや別に5回、まあ5回というか入れ込んで。やっぱ今の距離はなんか難しいことやろうとするとあんま結局強くない
キャラになっちゃうっていうのはある。でもその簡単なことだけやろうとすると差が出せないから、じゃあそこがベガの難しさだなっていう。はい、さっき投げた氷とかってさ、別にそのベガは簡単なキャラだからどうとかそういうあれではないけど、ほんまに試しです。そういう意味では一番むずい。でもそのじゃあ氷打つぐらいだったらさ、前ジャンプ台形重ねた方がよくない？別にベガとかベガ使いをバカにしてる意味ではなく、試した？試しです。あ、試しなら何の試しか分かんないんだけど、その試す意味あんのそれ？ちょっと待って分かんない。結構試すの好きなの。いやその意味のある試しと意味のない試しあるじゃん。例えば前ジャンプの方がベターなんだったら、はい、もう氷を試す意味一切ないんだ。それを使う必要がないんだから。そうですね。あ、そう、トリガー中のあのぼったくりとかは別だよ。一定値までは伸ばして、まあまあそうですね。まあ俗に言う70点とか80点とかはすぐ出せると。氷の方がリターン高いってこと？そっから大変だと。まあリターンで見たのは多分あるんだろうなと思います。明確に言えるんだったらいいんだよ。そこ明確に答えれるんだったらいいんだけど、答えられないのに。まあちょっと難しいです、ね、試したってことね。まあ一応試しで。お前ほんま人を試すっていうのはどういうことなのか分かってるか？性能が尖ってるキャラって そんな簡単に人を試したらね。まあ、そう試す内容によるけど、性能が尖ってる。まあ、でもやっぱストライブの上位キャラって意外と絶対のランド結構やり込みがあるキャラが多いんですよ。揺らぎましたね今のバージョンはね。イブキとかラシードとかゴーキとかは結構ちゃんとやり込まないとあんま強くない。そういう意味では、まあ、簡単に使っても強いとはちょっと違うかな。シーズン2とかならまだあれだけど、遅く出せば勝てるのに。ここは試しの飛び遅く出せば勝てるのに。あ、だからそうだね、シーズン3のキャミーとかはそんな感じ。めっちゃ試すよな。まあキャミーとかはもともとそういう感じじゃない。あ、まあカリンもそうだね。ちょっとそういう意味ではちょっと近い。謝るの逆にやるでしょ。うわ、噛み合ってる。でもカリンはね、もうちょっとベガよりね、アックス重ねてくるんだろうってことなんだろう。いや、てか単純に工夫というか、あ、そうなんだ。ベガはマジでね、どこを伸ばせば勝率が上がるかっていうのがね、結構分かりづらい。カリンってもう明確にじゃあ対空をちゃんとやりましょうとか、まあベガもそうだけど、ヒット確認をちゃんとやるっていうのが一番勝率高いんだけど、上がるんだけど、ベガはね、なんだろう、ああ、なるほど。でもむずいよね。試してる。ここは試してですね。そのバランスが。垂直にも反応できるので、まあもちろん大パンヒット確認ができると超強いし、対空できると強いし。勝負をかけろに。ここ多分当て身ちゃんと仕込んでる。え？いや仕込んでる、本当に。俺下入れてるってことはそういうことじゃないですか。え、いや俺ヒットボックスの特性で、ああそう右とボタン同乗するってこと。そう、なんかまあ、ね、絶対にこれは仕込んでた自信があります。へえ、多分前捨てが先に多分見えちゃったんですよね。前捨てが思ってる早くて、はあはあはあのはず。多分ちょっともう一回戻ってゆっくり。いや絶対にもう前ちゃんと俺前捨て見て多分やめたいと思う。ほらだいぶ早いでしょ。はあ、うん、いや、ほんまに藤原さん、なるほどで下が入るっていうのはそういうことやね。ああ、なるほど全然信用してない。確かに全然。いや、これ川野が言ってるのは川野が合ってると思います。これにはここは空警戒ですね、ここは氷に使えたわ。中足はあれサイコクラッシャーで暴れれても中足だったら拾えるっていう。あと僕の考え方としては、例えば今中足刺さったら勝てるやん、はい、ただゲージ溜まるか分かんないやん、はいはい、だったら僕だったらもう一回コパンかなんか当てて、まあ何て言うんだろう、その中足刺さったらもう絶対シエ溜まるか。そうそれゲージを溜める、その通り。それは本当その通り。まあでもまず溜まるかはどうか分かんないとこで中足突進を使うのがまずっていうぐらい、そのオンラインでの中足確認結構むずいじゃん。やって死なないのに、そうやるのはそれよ。分かってるね、アツシ君って僕は思う。アツシ君分かってる。全然簡単なんだったらどんどんやっていいと思うんだけど、ね、こんなツッコミどころあんだね。なんかそのカーノってもっとしっかりしてるイメージあったんやけど、こんなあるんやな。
いやでも正直ちょっと言い訳していいですか。いいよ。ちょっと緩んでる、緩んでる、そう緩んでる。まあということはそんだけ伸びしろがあるっていうことで、あそういうわけなんで、はい、十分強いと思ってますよ僕は、あなたのことは。ただその安定性に欠ける、そういうところのせいで多分安定性に欠けてる。なるほど。そういうのがもっと改善されれば安定感が出て、あ、ほんまっすか。うちのオーナーなんてすっと超えちゃってね、いいですかそんなしちゃう。全然いい、全然しちゃってくださいよ。いいですか、ちょっとやっちゃおうかな。不動忍びズムをさっと超えてね僕も超えて最強プレイヤーファンクみたいになるかもしれん。確かに同年代やし、こんだけ伸びしろ ある下手くそなやつおらんでマジでそれで多分水派の方が10倍ぐらいうまいよ噂だけで言うとね。なるほど。強さで言うと結構いい勝負ワンチャン買うのが強いかな、可能性もあると思うけど、うん、すごいね逆に。なんでこんなことになってんだろうとりあえず一通り見させてもらったんですけど、まあ、そこら辺じゃ川野はレバーが下手すぎてヒットボックスにしたらしい。踏まえてねちゃんと川野さんをちゃんと鍛えないとさ、はい、やっぱチーム戦だから。おっとこれはさんもやっちゃいますかこの対戦。僕らがそんなことしたらね、いいんすか、切腹もんすよ。取ってもらいましたからね。そう、梅原さんのファンの人に申し訳ない。何本します？男の2先っすね。あ、なるほど。1先でやれ、1先でお前ら。来ましたね、いいステージが。ちょっといいステージ来ましたね。まあ大会ありえる、まあ、侍ならお前2先とかないぞ、まあ、お前1ラウンドでやれ、1ラウンドで、ね、ギリギリアウトぐらいありますからね。結構アウトだと思う。ちょカプコンさんお願いしますよ。あらどっちも、いや今の中足転向は結構あれやけどな、当たんないけどな。あしゃべらんやんこいつら。さあ大パン説法で端に追い詰め、さあこれジョニーは V リバーを狙っている、 V リバーを狙っている。大パンは打ちづらいぞ。オロチ使うね。これは曲げる。ああ当たると思ってなかった。ああ当たると思ってなかったやつ、その2まあ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 しゃあないっす。コーリンってさ、コパントリガーもっと仕込んでよかったりしない？ちょ、先端だったら繋がりづらい。いや、しゃがみコパやったら結構いけます。いけるよね。カーリンって結構、ちょっと後で調べるか。いやいや、そうでもないっすよ。コーリンのイメージだったんやけど。コーリンはわかんないっすよ。淳くん。いいよ。そうですよ。あ、一応これ、川の応援のテーマ。そうですよ。あやっちゃった。その大パンまで入れるはさすがにじゃない。ポン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 。何遅らせてもさ、それ気を出すの微妙じゃないジョニー君。ジョニー君今それ、それ微妙よ。あとであとで。まあ、なんでしたっけ。弱中強のタケコンさ、はいはい、今日まで今日をさ遅らせて出しても多分レンガだよね。ああレンガですレンガですレンガ。まあ確認ミスはちょっとまあ、あ確認ミスだったもん。ジャックでも中の時点で多分ミスってたでしょ。気づいてたでしょ。いや気づいてたんですけど、いや気づいてたんですけど結構むずいです。多分19フレぐらい、体感で。なるほど。何が息吹とはちゃうってことやな。そうですね、全然話聞いてなかった。ああいね、あいいよ我慢の男。あ
わかる。ボリに行ったけど、まあ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 、暴発ね。暴発はまあしゃあない、ね、あれ結構ある。ヒットボックスも結構あれあるんだよ。出番もあるけど。いいよ。あら。ジョニーさん氷の受け入れが多いですね。え、なんすか。氷を受け入れちゃってますね。いや、受け入れちゃってますね。まあ無事ですよ、まあ、打ち方がうまいね、うちの川野の。まあそうっすね。ああ君らちょっとうまい。あーっと、これは新しい。あら、ね、え、今のは、え、今のはそれでいいんですか。緊張感があるね、これは。いや、EX やろ。快快快快、そこはおお。浅はかな氷来るんでしょう、打たないよみたいな読み合いね。リサキ。まあもう侍なら死んでますけどね、この時点。うーわ、来た。わあ来た、ついに EX パラ強い。あ、ミスったー。後ろ投げやねー。前捨て投げがね、鋭いよね、川野は。あっと、痛い。うまい。いや、あの、言い訳していいですか。当て身で垂直を見てたんですけど、はいはい、前ジャンプでパラが出てた。なるほど。発動投げー。お、投げない。投げないとか、投げに行って暴れた。まあ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 、勝てばいいからね。あれむずいんすよ。もうでも垂直に当て身も微妙じゃない。まあそうなんですよ。ただ死んでたからありかなと思った。キチキチ。うわ、来て。あ、来た。これね、やっちゃう、むずいやつ。あー、いやー、ジョニー君、それはね、ジョニー君、それはあっす、はい、ちょっといいですか、アケコン貸してもらっていいですか、ジョニーさん。なるほどね。垂直は なんで垂直すると思ったん。あーあれですか、うん、いや普通に氷嫌がってジャンプ嫌がるっていうか、まあジャンプは対策だから。はいはいはい、そうです。それを取ることが多いってことね。なるほどね。まあカウンターに、まあカウンター確認はしなくてもピオルからいいけど、どこ見落としますか。そもそも今のしゃがみ中盤カウンター確認できたら、いつだっけあれ、あの1ゲージでピヨったから、まあ、あっその前か最初。まあ俺ならこれが後ろ投げだ。俺ならまあピヨらしましたね。結構やっぱ引き出してるってな。俺とこれだよ、ね、
パンクとボンちゃん、これかと孫とあとアフガンさんとあとはデシケン、デシケンと、あーでもマスターンチ回復し始めてるのか、フェノム、フィノムね、フィノム出てる、知らないでいいと思うけどね。まあ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 、フィノム、なんかやっぱ特にゴーチとかカリン相手だと、うん、シャオハイ殺しきる選択肢を取っちゃうことが多い、はいはい、でもその、まあ、最近 MOV もカリン使って、水派も使ってたから、まあ残空に対して当てにだったりとか、その辺はやってきますよ。あとちょっとその言うんだったら、あのスタンチ回復結構もうしちゃってるから、行くのが遅かったよね。もうちょいその小突いてどうのこうのしたかったっていうのはありますね。で何を見てたの今、ごめん全然見てなかった。ちょっと何の確認が提案してみます、あのカリンさん立ち回りっすか。うん、結構安ね。もうちょいなんかその1試合目とかも、もうちょいしてよかった、よかったんじゃないかなっていう気はする。コパントリガーってその、おお藤村お前はそう置かれてるだけだ、お前上から、うん、なんかすごい上からお前話しとるか、お前はやらんのか。結局まあ5番は潰されにくいけど、うん、まあ、潰されるときは結局中盤だったりとかで潰されるわけじゃないですか、はいはいはい、でそれ噛み合ってかなり痛いんなら、うん、逆にこっちの技が当たったとき、うん、死ぬ技を置きたいなって思っちゃって、はいはいはい、でもそのコパントリガーは死ぬ状況だったらいいってことだよね、はい、うん、ああもちろんもちろんです、もちろんかなりでもそんな、いやコパンはね微妙よ、ちなみに全然負けんやん、いや全然かなりきついです、トリガー中のコパン、え全然負けんないけど、いやめちゃめちゃ、ちなみにめちゃめちゃ強い、ね、私降臨使うんで、いやこれはこんなこんな振り方しないでしょカリン、これ、いやこんな大パンでいいじゃん、多分一番いいのがマジで歩きガードなんじゃないかってぐらい、まあ、勝てるは勝てるんですけど、いやまずこのコパンを振ってるとこに刺されるからね、あこれ繋がんない、これはそらそうよ、あこれはお互いやってたら、まあ、のちょっと振ってこれを狙わせて、じゃあ本命なんか分かんないけど、これとか確かに、あそれで圧伸ばせるのは確かに、竹だけ振っててみて、じゃあコパントリはこのぐらいの距離だったら、いやこんなとこで大剣の孫さんぐらいだって振らないって、普通こんなとこで大剣バカでしょ、こんなとこでこんなの振らんでしょこれ、いやいやいや振らない、振らない、まず、まあ、大剣をまず振らないって、結構じゃあやっぱ割には合ってるよね、倒せるんだったら、しかもそのコパントリはって超簡単じゃん、簡単仕込みが、うん、使うか、うん、あれよ、ピンポイントではあり、ボンちゃんカリンをやっつけてくださいよ、ピンポイントではありだけど、なんかそれ振ってればオッケーっていうあれではない、あそうか、あじゃあ孫さんカリンを、孫さん、あまあまあまあ、いやいやでもこれこれ孫カリンにパクッといかれますよ、甘かった、甘かった、あれ孫カリンっているよね、孫ゲーム外のとこはかなり辛くした、孫いると思いました、ゲーム内はまあ普通、あ本当にゲーム外はかなり辛口だなって思いました。むずいな、やっぱもっと辛くかな。ということで対戦終わりましたけど、はい、どうでした、はい、藤山さん。まあなんかその口ほどのあれはないなと思ったんですけど、はいはいはい、本人曰く試してるっていうことなんで、はい、そうですね。まあここが試しっすもん、ね。そう、まあ確かに、でもその野次愛のカーノって本当にガチでやってるときね、これは試しだからっていう話なんだけど。ガチでやってる時本当に強い瞬間はあるんで、だそれを大会で出せたらそれだけで全然いけると思 う本当にトッププレイヤー並みに強い瞬間もあるんで、瞬間ね、うん、だからそれを大会で出せれば勝ちですから、そうですね、本当に本当に、ね、あの桃地さんより強い瞬間があるかもしれない、いや俺のスマブラの剣も結構強い瞬間、初めての説教、ほぼタケラの瞬間ある、いやでも緊張しましたね、かなり、あ、まあ、それを言い出す、圧がすごいもんね、圧がそうですね、ほぼタケラというか、タケラがほぼ桃地みたいな、うん、あるよね、そうですね、瞬間ありますか、はい、あと実りのある回でした、あそう、ね、ストリートファイターリーグ頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります、見守ってますんで頑張ってください、頑張ります、400万欲しいですね、ジョニーさんにねここまであの連れてきてもらいましたから、そうそう引っ張ったんで、あとはよろしくお願いしますそういえば400万取ったらよろしくお願いします、分かった、焼肉でも行こうや、焼肉行きましょう、オッケー、ということで焼肉で俺と
あ、C も行かない。俺は行かんす。俺も行かないです。藤村さんは、まあ、この今収録を見てもらってる頃にちょうどもうシンガポールに着いてるぐらい。もう着いてますね。ちょうど着くぐらいか。うんうん、でチーム、まあ、に出るということ で今回はちょっと今までのプレミア大会とは違くて、はいはい、土曜日にまずプレミア大会1個やります、うん、はい、でそこでも優勝者を決めます1日で、うん、普通にオープン参加でかなりねあの1日でやるのは、ね、ーハードすぎて俺日程表見たんですけど、うん、かなりエグいっすよ、そうなん、いや、うん、あの普通に多分深夜12時ぐらいまでかかります、あ、あの、まあ、ちゃんと残ったら確かそんな感じの予定でした。深夜12時でまあ土曜日でその天神のプレミアの優勝者を決めて、うん、日曜日はあのやっちゃうぞリージョンファイナル、そうリージョンファイナル、はい、アジアのそうアジアポイントの貯めてきた8人、うん、梅原正義を集めてトーナメントが行われるということで、そうなんです、うん、しかも今回は梅原正義、はい、フードサンドトラビスが同じタイミングで同じポイントになったから現地にてそうフードサンドトラビス招待カプコン太っ腹やってでその勝った方が8人目の枠に入ってでその8人で対戦するっていう決勝やも、はい、でもきつそうや。ちなみにもう藤村さんの対戦相手は決まってる。マーチャボーさんです。ああ最適解の。強いんだよね彼。そうっすよね。まあ頑張ります。ちなみに優勝賞金とかそういうのは。え？わかんない。普通あのプレミアと同じじゃない？あそうなんですね。多分ね。ほんまに1年前とか正直、うん。また優勝藤村かよみたいな、またかよみたいなあったけど、ああチーム組んでから本当に応援するようになって TGS とかすごい応援してましたよマジで。え、うん、まあ、え、いやまあマイナスのその話マイナスの方がでかくない？いやちゃんと、うん、いやでも正直めっちゃ優勝してたじゃないですか。そんなでもないけど、まあ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 、じゃあまあ大体トップ8にだからね、だからまたかよみたいな思ったけど、はい、ほんまにチーム組むようになって、うん、ちゃんと応援するようになったんで頑張って、本当にありがとう、はい。うん、まあ、完全太鼓ミスでしたね今、太鼓完全ちょっとあれやな、不義があるな。いや違うこれはでも本当にプラスの言葉です。僕はあの 100% 川野さん応援してるんで、 ありがとうございます。あの小生意気な若手っていうのはね、あれもそうなんだけど、いや俺は会議、まあ、があるからね、会議あるうちはいいけどね、なおか、まあ、なくなった時はもう終わりの関の山ですよ。年齢だけじゃないですからね、いろいろとね。まあでも川野さん本当にその格芸を、しかもちゃんとあれやから練習一緒にやってるんやけど、ちゃんとあおいやちゃんと基本的には全部来るんやけど、一回しょうもない理由で、めちゃくちゃしょうもない理由で ありましたね。いやあれはでもほんまにちょっと前から予約してて急に入ったから。えその理由は言っていいの？ダメ、別にいいっすよ。はい、なんだっけ。脱毛いや脱毛が4時から入ってて、いや俺は2時ぐらいに集まってて、いや違う、あの1時から集まってやろうって言われてて、しかも川野が言い出したんじゃない、早何時からならいけますかねぐらいの。いやそうなんですよ、ただそうほんまにちょっと予定見てなくて、あやべえこの日入ってるっつって、まあ、さすがに酒がそっちだったから、あで4時っていう中途半端な時間でね、僕と梅原さんと川野の3人のラインで最初に一番いや早い時間何時くらいですかね、それからその時間から行けますって言っといて、何の説明もなしに当日か前日にやっぱり4時から行きますって、そうそういやほんまにほんまに何の説明もなくて、まあそうですね、これ俺は何を聞かされてんのこれ。ちなみにどこ脱毛したのこの時間？あれ腕とヒゲですね。あヒゲの脱毛はいいっていうよね、いいっていう。これ今何の時間、これそうですね、かなりこれ俺いる？じゃあしょワイプでしょ俺、しょうがない、1時から行きます言うといて、うん、黙って4時から、まあ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 、まあ、勝てばいいですから、ね、うん、勝てば、ね、勝てばいいんですよ、勝てば官軍言いますからね、うん、そうそうそう、脱毛のおかげでリフレッシュできて体も軽くなるしね、うん、そうヒゲ生えてるとやっぱそのどこを脱毛したんだ、そうそうそう、やっぱまあ確かに確かに、うん、まあ それで集中できるということだね、はい、まあそんな感じでシームとストリートファイターリーグ頑張っていきますよということで、うん、今日はこんなもんですか。そうですね、今日はまあこんな感じですかね、はい、では第7回説教 TV、ね、うん、以上にて終わります。川野さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、また次週もよろしくお願いします。バイバイ、バイバイ。え、もし、え、終わり終わり、あ終わり、あいやもう番組が終わるのかと思った。はい、ということでものすごいアップやけど、何この謎のアップ。はい、ということで、いやいや、ちょっとなんかひげが見てる間に伸びましたね。ちょっとじゃあ今からどういう時間ですかこれ、お便りのコーナーですか。お便り
藤村さん、ジョニーさん、こんにちは。俺が呼ぶ。はい、ということで、まあ、どうでした VTR、 まあ、VTR だけよりは変化はあったでしょ、ちょっと。やじ感はあったでしょ。大丈夫ですかね。結構ね、いや、そう、難しいんですよ。というのも、木曜日の夕立は、まあ、大会って基本土日、金土日で、まあ、金曜あれば出発が木曜とかになるんですけど、まあ、時差があったりね。基本その金曜土曜出発ってないのよ。遅くても金曜には出発するんですね。だから結構その説教 TV が、そうなんですよ。まあ前のその中国プレミアもそうだけど、金曜がこういうちょっと変則的な感じになるから、まあいろいろ今試してるんですけど、まあ録画を、まあ1回目は録画を流してみて、今回はその録画を見ながらああだこうだっていうのをやってみてとか、まあ今後その現地からとかもやってみたいなっていう構想はあったりとか、まあそうね、木金をじゃあ入れ替えるのか、まあかといって別にね、今たまたまハイタニと俺が海外行ってないだけで別にねっていう話にもなるから、そうそう、現地も一応ね構想としてはあるんですよ。ただ現地で説教って、その現地のホテルにちょっとお前来いっつって、ちょっと若手来いっつって説教を、アメリカから若手を説教ってよくわからないし、そう、あ、まあそうね、まあ説教大会前にあ、確かにね、トパンガ方式で木金、いやでもその遊達と説教、勝ちたがりとトパンガ合同はまださできるじゃん。遊達と説教をその合同したらえらいことにならん？ジャンル、番組の内容が違いすぎて、まあまあ、だからまあいろんな形はあると思うんで、まあちょっと、まあ今回はこういう感じで試させてもらいましたっていう回なんで、まあまあいろいろその辺はやっていこうかなと、ザリガニ説教思いますんで、まあよろしくお願いしますと。で、まあその流れで言うと、告知関連で言うとですね、今日そのさっきの説教 TV やってたのが、まあ川野をゲストにして呼んでたのが、スト5リーグですかね。まあちょっと正式名称ちょっとあれですけど、スト5リーグって言って、ドラフトをやったりして、で、まあそれに藤村、川野、梅さんのチームで出るっていうのでやってたりとかっていうのが、来週から始まる。そうです。来週から始まるんですよ。で、もう予定出てるんですよね。全日程出てて、毎週、木金の21時からです。スト5リーグ。ゆうすけ達也が、木曜日の21時から。で、説教 TV が金曜日の21時からなんですけど、スト5リーグが毎週木金の21時からなんです。あのね、丸かぶりなんですよ。そうです。丸かぶりなので、ちょっと、そうですね、まあいろいろみんなと相談した結果、まあかぶり、まあ特に説教とかは裏で藤村出てて、ねえ、説教じゃあどうすんのっていうあれになるんで、そうなんですよ。なんで、ちょっと時間をですね、まあ木金は木金として、そうです、開始時間を、まあ言ってしまえば21時である必要はないので、そうなんですよ。なんで一応その、まあ、またツイッターの方で告知とかしますけど、一応19時から考えてます。ゆうすけ達也が木曜日の19時開始で、説教 TV が金曜日の19時開始ということで、ちょっとずらす。なんでちょっと早くなる感じなんで、うん、まあまあそんなに支障はないかなと思っております。
なんでまあ支障があるとしたら結構まあ何回かもう7回やりましたかね、それぞれ7回8回ぐらいやって、割とまあ21時木金でっていうのがちょっとずつ定着はしてたんで、ちょっと時間だけ間違えないようにというとこっすかね。うん、あ、21時から見ようと思ったら19時からだったって言って、まあアーカイブはもちろん見れますけど生に行けなかったとかってあると思うんで、でさっきの話で言うと結構そのスト5リーグの期間が長いんで、来週だけっていう話じゃこれないんで、まあしばらく言うたら1ヶ月ぐらいは一応これで行こうかなと思ってますんで、それだけお願いします。これね、昨日ね、昨日も言おうと思ったんですよ。ユースケ達也で言わなきゃなと思って、ちょっと言い忘れて、今日今ここで2番組分の言ってるけど、ちょっとまあユースケ、まあツイッターの方で、そうですね、ちょっとツイッターの方で、はい、行こうかなと、告知などは。うん、思っとりますんで。回線のショックで。ということで、まあちょっと説教とは関係ないけど、昨日のね、ユースケ達也で罰ゲームこれになったんで、まあまあこれもねやっていきますんで、はい、まあそんな感じですかね、告知等は。はい、まあそういう感じで、まあいろいろ、まあ時間を変えてみたりとか、まあいろいろね、方式変えてみたいとかで、今後もやっていき、いこうかなと思いますんで、ぜひ、今後もよろしくお願いします、ということで。で、なんか説教なんかね、緊張するな。なんか空気感がなんか重いんだよな。一人やし。はい、ということで、説教 TV 終わりたいと思います。あ、ごめんなさい。あの、説教 TV の藤村ジョニーが、週末のシンガポールの CPT で出てますんで、まあ特に、ジョニーとかは、ここの結果次第でカプコンカップももしかするとっていうところでかなり頑張るとこなんで、ぜひ応援してあげてください。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。